錦北方の地より参った。千歳と申す。この特鉄隊にて忌まわしき玄武との戦いに身を投じようと命を受けたものである。何こんな見てくれだが、中身はババアよ。過ぎたる気遣いは無用であるぞ。で、これの何が楽しいのだ？なるほどな。これがキャンプファイヤーというものか。しかし、二人でやっても意味があるまい。暑くてかなわぬ。坊主、何時も木陰に来たらどうだ？それで、何か趣向はあるのか？火を囲むだけでは芸があるまい。うん、思いついた。特鉄隊にはいろいろな国のものがおる。それぞれの地域に伝わる踊りを披露するというのはどうだ？時に坊主、何時は得意な踊りはあるのか？これは錦の国に伝わる盆踊りというもの。死者を弔う踊りなのである。我は皆の前で踊るのは気が引ける。坊主、何時が代わりに踊るがよい。はあ、坊主、何時踊りは下手だな。おれ、こうだぞ。そうそう、うん、だいぶ様になってきたな。で、坊主、何時我が真剣に教えているのに、このスケベが。旅は疲れる。腰にくる。ん？うむ、なんぞ足音がついてきておる気がしたが、錯覚であったか。ベトベトさんでもあるまいし、こんなババアをつけ回して喜ぶ物好きはおるまいよ。ちと待たせたな。愛すまぬ。なぜか近頃誰かに見張られておるような気がしてな。尾行をまくために無意味に行ったり来たりしたゆえ、時間がかかってしまったのである。うむ、墓守と違って特鉄隊の仕事は繁忙で、このように抜け出してくるだけで一苦労でもあるしな。などと釈明をするよりは、なすべきことをなすべきか。これ、こちらを見るでない、スケベ。大体、我のような枯れた老人の肌を眺めて楽しくはあれまい。ダメか。難しいのである。どうも、こういう、灰からのものは着方がわからぬ。大体、こんな吹きさらしで服を脱ぐのはどうも。まあ、コスプレとやらはしてやれぬが、特鉄隊の若いのに尋ねたりしていろいろ調べては来たのである。約定通り、我が汝をしっかりと喜ばせてやろう。
さてと、とくとご覧じろ。それが何時の願いであったろう。お帰りなさいませ、ご主人とも。今日もたっぷり千歳がご奉仕するにゃん。そこに誰かおるな。おや、誰かと思えば車掌の坊主ではないか。何時、かようなところで何をしておる。この辺りは決して治安が良いとは言えぬし、一人でうろつくのはあまり感心せぬぞ。何をとな。ありていに言わば、老人介護であろうか。見るがよい。ま、我から見れば誰でも赤ん坊と変わらぬひよっこであるが、世間的に見れば老人であろう、こやつも。一目でわかるであろうが、こやつは死の床におる。もう長くはあるまいよ。棺桶に片足どころか首の根元まで突っ込んでおる。いいな、本人がそれを望んでおらぬ。見ての通り、入院費用も払えぬスカンピンであるし、真の像などに死病を患っておってな。このまま地獄の苦しみを味わいながら生きながらえることなく、ひっそりと生き絶えることを望んでおる。そのような説得は我がしつこいほどに何度もしたけれど、こやつは頑なに首を縦には振らぬ。生きることを諦めておるのだ。そのような半死人に薬や栄養を流し込み、無理やり生かすのが正義か愛か。我はそう思わぬ。口惜しいものの、どのように命を使うかは本人にしか決められぬしな。いな、それがどんな人間にも許された自由であり、当然の権利であろうよ。こやつは我の古い知人でな、数十年ほど前であったか、何の気まぐれか我が管理しておる墓地に迷い込み住み着いた。さように世界を旅するのが好きなのだとか。このような厳務に満ち満ちた世界では、そこらを散歩するのにも危険が伴うのにな。水凶なことであるが、どのように生きるかもまた自由であろう。墓地に根を張り余生を過ごすと決めていた当時の我と、寝なし草としてさまよっておったこやつの人生には、善悪も上下もない、奇戦もない。我は勝手に墓地に住み着いたこやつに構わず、かといって蹴飛ばして追い払うこともせんかった。こやつも我の仕事の邪魔はせず、気ままに近所の観光などをしておったな。もちろん近くで生活しておるのだし、顔を合わせる機会もあった。会うたびに我らはたわいのない話をしたものぞ。嘘か本当かもわからぬ、こやつが不意調する旅の話を聞くのが当時の我の楽しみではあった。やがて数ヶ月もせぬうちに、こやつは再び旅立った。つい先日、このように苔むした老人となったこやつを見かけるまでは、我もこやつの顔や名前を忘れておったよ。けれど、こやつは覚えておった。千歳様、と、我の名を呼んだ。我は当時と見た目も変わらぬしな。こやつには、一目で我だと分かったのであろう。我らは、数十年前の
懐かしきあの頃と同じようにたわいのない話をした。こやつは旅の話をして、我はそれを相槌を打ちながら楽しく聞いた。我らはほんの一時だけ時間を遡り、かつての我らとして対話した。長生きをしておると、そういう不思議で尊い時間が稀にある。これはそれだけの話である。なーに、坊主ももう数十年も生きればわかる。思考して我らのように過去を懐かしむ楽しみを得るのは、足腰が立たなくなってからでもよい。いな、こやつのように長い旅の果て、己の死に場所として定めた場所にたどり着いてからでもよい。さてな、それは誰にも仏様にもわかるまいて。ああ、我はよくわからんのであるが、あれはケモミミメイドさんというらしい。しかり、こやつに何度も楽しい旅の話を聞かせてもらったお礼に、我に何かできることはないかと尋ねてみたのである。こやつが死んだら、我が菩提を弔ってやろうかとは思うが、生きておるうちに何かしてやりたくなってな。そうしたら、こやつはいろんなコスプレをした我が見たいと言った。ゆえに我はお望み通りに多種多様な仮装をして披露してやったぞ。今日はメイドさんだったものの、他にも、フレフレ、おじいちゃん頑張れ頑張れ、ファイト。これはチアガールという他にもバニーガール、アイドル、女王様、姉、妹、委員長、幼なじみ、変わったところでは赤ん坊などもあったな。我がバブバブ言うのを見て何が面白いのかはわからぬが人間の欲望は果てしないものであるな。こやつは最後まで己が未だ見たことがないものを見んと欲して。どうした坊主、顔が怖いぞ。これ、年長者をこいつなどと言うでない。我は坊主をそんな子に育てた覚えはないぞ。エロジジイなどと言うでない。良いではないか、いろんな服を着てごっこ遊びに付き合うぐらい。対価ならもう受け取っておるよ、存分にな。まだまだ埋め合わせるには時間も何もかも足りぬほどである。了解した。明日は魔女子とやらをしょもうか。可愛い衣装を着て歌い踊りつつ、悪魔に取り憑かれたかわいそうな老人を愛のパワーで救済する。ふむふむふむ、ま、何時の式が近づいて今日が乗ったら見せてやらぬこともない。老後の楽しみにとっておくがよいよ、坊主。人生は所詮いつか終わりを迎える死での旅。その終わりを笑顔で幸せに迎えられたならば、きっとその旅には価値があったであろう。終わりよければ全てよし。なれど、どれだけの死者を見取り、その魂が眠る墓石を守ることが日常となっても、やはり死は別れは